の町及びそれを中心とした基礎自治体バルナ州に属する。ビャラ基礎自治体には、その中心であるアブレンをはじめ、以下の町村が存在している。ビャラとは、白を意味するブルガリア語であり、国会沿いの海岸リゾート地である。バルナから 50km ほど南、ブルガスからは 70km ほど北の場所に位置し、 バルカン山脈の東端にあたる中山幹部にあり、黒海に面した海岸にほど近い。この地方で確認できる最古の人の居住は、新潮墨崎の付近で、現在の町の南にあたる場所であり、紀元前6世紀のことであった。ギリシャ語での名称は、アスプロスであった。古代ローマの時代には、街道の停泊所、テンプルームヨービスが設置され、 近くににはは要塞が設けられたこの地域681年に第一次ブルガリア帝国の支配下となったブルガリアの要塞、ビチャが町の北のベリノス岬の近くに設置された。オスマン帝国時代には街はアクデレと呼ばれ現在の町の位置となった。街は後にブルガリア語でビアラと解消された。ブルガリア独立後、ブルガリア南部は オスマン帝国領に福祉東ルメリジ地州となったため、ブルガリア公国と東ルメリジ地州の間の関税局が設置された。20世紀初頭まで町の人口の多数を占めていたのはギリシャ人であったが、ブルガリアとギリシャの間で第一次世界大戦後に定められた住民交換によってギリシャ人は町を追われ、他方でギリシャ領マケドニアのアティーラから ブルガリア人が移り住んだ。町の人口のおよそ75%はマケドニアのブルガリア人に起源を持っている。ビャラは1984年9月5日に町となった。ビャラの経済のほとんどは観光、及びドウ栽培などの農業に依存している。町には数々のホテルやキャンプ地、ビーチがある。町はさらに外国人観光客らを対象とした村観光の 開発に力を入れている。郊外の自然造形には、カラデでのなで知られる砂丘の見られる天然のビーチや、KT 協会の見られる崖、ベリキスカリなどがある。他の観光地と比べると、ビャラの開発はまだ途上にある。地元当局はいくらかの環境、観光プロジェクトに協力している。ビャラの港は現在は、再開発中であり、ヨットマリーナとなる予定である。 街には新しい住宅地も建設中であり、主に外国の投資家や観光客からの強い関心を引きつけている2007年12月、ビアラの北3キロメートルのところにあるカラデレのビーチでの新たなカーボンニュートラルのリゾート計画が発表された。これはノーマン・フォスターのブルガリアでの最初のプロジェクトである。多く林、草原、川の渓谷に囲まれ、 自動車が侵入できない丘の町、ブラックシーガーデンズによって、年間を通して15,400人が居住、滞在できるコミュニティが形成される予定となっている。2009年7月30日閲覧、ありがとうございます。